045マー君です。本日はですね、ちょっと綿毛ちゃんにね検証してみたいことがあるんですけど、このぬいぐるみ、まあ大体2、3週間前に買ったんですよ、この動画のためにね。なんで買ったかと言いますと、こいつを綿毛ちゃんの前ですごい可愛がる、いつもはまあ綿毛ちゃんを可愛がってるんですけど、もう綿毛ちゃんを無視してこいつを可愛がったらどういう反応をするかということでね、ちょっとやってみたいと思います。でもまあぬいぐるみなんですけど、最近綿毛ちゃんこのぬいぐるみをお気に入りになりまして、毎回のようにねこのぬいぐるみのここの部分ですね、毛がついてるの分かります？ここに腰振ってるんですよ。腰振るってことは生き物だと多分思ってるんですよね。ってことはね、多分ものすごく嫉妬する可能性があるんで、どういう反応するのか早速やっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきます。よいしょ、よし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 、綿毛、綿毛ちゃん、よし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 、どうしたの、よし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 、かわいいね、おたけちゃん、おたけちゃん、かわいいね、おたけちゃん、おたけちゃん、かわいいね、よし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 ちょっとトイレ行ってこよう。よいしょ、待っててね。よし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 、かわいいね、うんうん、かわいいね、またね、よし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 、うっ、よしよし、うわ、うわー、おい、綿毛ちゃん、綿毛ちゃん嘘だよ、綿毛ちゃん、綿毛ちゃん、嘘だよ、怒ってる、綿毛ちゃん、嘘だよ、嘘だよ、ごめんね、綿毛ちゃん、ごめんね、あ、ごめんね、綿毛ちゃん、ごめんね、嫌われた。綿毛にもね、ぬいぐるみにも抱きついたんで、綿毛の毛がこれってことでね、ちょっと嫉妬してた疑惑ですね。今回テーブル塩素で拭いてないんで、あれ以来テーブル甘えることはないんですけど、俺の目の前でね、ああいう仕草を取ったってことはなんかあったんじゃないでしょうかね。
でネタバラシしたら怒ってね、ソファに隠れちゃいました。まあ嫉妬してくれてちょっと飼い主としては嬉しいですね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。3、2、1、ありがとうございます。